般若心経。般若心経秘見は空海によって書かれた般若心経の注釈書で、般若心経を密教の立場で解釈した論書である。般若心経を熊羅十訳と欧弁覚三蔵訳などとの異同点を指摘し、般若心経を大般若経の要約と捉えるのではなく、ダラニ宗教末期産、般若波羅蜜真珠経などから、般若菩薩の大神真言による内証三昧を説いた経典と説く。なお、心とはサンスクリット語、フリダヤの簡訳であり、これは肉弾心を意味し、同時に真言を指す。そもそも般若心経の歴史的成立を見れば、ギャテーの般若波羅蜜真珠への信仰から生まれており、そこから読誦経典として重視されてきた。般若心経に対して、空間を解くという解釈では巻末に真言を解く理由として弱く、般若心経信仰成立の流れから見ても、真言念珠による三昧地を解くという般若心経秘見の解釈は必ずしも得意なものではないと言えよう。現存最古の梵本般若心経である法隆寺和要本においても、真言の後に以上が般若波羅蜜の心であると締めくくられており、経を意味するスートラムは記されていない。本文内容は、般若心経を、忍法総通文、文仏諸条文、後人読益文、総記事名文、秘蔵真言文の5段に分けて解説する。忍法総通文、人と法等全体を通じて解き明かす部分、文別諸条文、諸仏の内証を諸宗に配当し、解き明かした部分普賢菩薩、色不異空から、またマータニョゼ、文殊菩薩、是諸法空性から、不増不減、弥勒菩薩、是故空中無色から、無意識界円覚、正門、無無明から、無苦集滅道見、自在菩薩、無知から、無所得故、後人読益文、修行した人が得る利益を説く部分、総記事名文、すべてが、真言に帰することを説く部分、秘蔵真言文、秘密の真言を説く、部分本論の解釈の立場は、顕密は人にあり、障子はすなわち非なりに表されるように、顕密の相違は経典それ自体ではなく、それを聞き学ぶ側によるとし、仏教を主体的にいかに受け止めるかという点を、個々に投げかけている。成立年代ははっきりとは分かっていないが、上評文を根拠とした公認9年説や昭和元年に東大寺南院で作成されたという説が古来、伝承されるが共に確証はない。なお伝統的に、般若心経秘見の巻末には、上評文と称するものが付けられていて、空解作として信仰されてはいるが、文献学的見地では、本文と矛盾した記述、意味不明な内容、空解作とは思えない、稚拙な文体等や、上評文に言及する文献が、鎌倉後期以降であって、平安期には見られないことから、上評文は後世の偽作と見られている。ありがとうございます。